猛髄家族は250種ほどを含むコマの歯草、かの族の一つである。主にヨーロッパとアジアに分布し、地中海地方で最も高度に分化している。多くは二年草もしくは多年草で、稀に一年草や小低木になるものもある。高さは0.5から3メートルになる。成長の初期には地表面でロゼット状に密集した葉を展開し、後に、 背の高い家系を立ち上げる。二年生の者のは、最初の年はロゼットを展開し、翌年家系になると、茎が伸び出す。葉は旋回状に整列し、しばしば毛深くなるが、一部の種は無毛である。花は五弁の放射奏小花で、多くの種は黄色だが、オレンジ、赤茶、紫、青、白などの色もある。果実は、多数の微小な種子を含む果てである。多くの種が、 アメリカ合衆国、オーストラリア、ハワイ州に導入されており、一部は野生化している。2000年以来、より背が低く花のサイズが大きく、より鮮度が長持ちする傾向のある、サザンチャームのような新しく作出された園芸種がいくつか登場した。いくつかはこの属の新しい色もあった。二年層タイプも多年層も、多くは種子から育成される。造園において、 モーズイ家族の植物は乾燥土壌でも長期間花をつけている点や、ほっそりして背の高い形が評価される。この植物は喘息や呼吸障害に効果的な薬草として利用されてきた長い歴史がある。この植物の花から製造されるエキスは中耳炎など耳の感染症の治療に効果的である。ビロードモーズイ化は喉炎、咳。 廃病に対する薬草として使われていた。この植物が北、アメリカに入ったのは近年のことであるが、ネイティブアメリカンは高レベルのロテノンを含むこの植物の種子を魚毒として使っていた。また、毛の多いこの植物の葉を乾燥してランプの芯に入れると細かい毛に簡単に火がつくので良い加工になる。茎を油や樹脂に浸してろうそくや松明としても利用された。 日本に、猛イ家族の野生種は分布していないが、以下の種は、園芸種として導入されている。また、ビロード猛ズイカやアレチ猛ズイカは、気化植物にもなっている。A.B. ミズーリボータニカルガーデン、バーバスカムエル。トラーピコス、2012年6月29日閲覧。イップニー、バーバスカムエル。2012年6月29日閲覧。ティエラ、マイケル、C.A. omd, ジョン・ラスト、nd, the natural remedy bible, ニューヨークポケットブックス pp, 164から 180, ISBN 0から7434から 6642x ハ hot a, b, スザンネフィッシャーリジー、手塚ちふみ、大地の薬、アムス、1996年、193から200ページ。 ISBN4 から90万621から18から8。ABCDEFGH ヨネクラ工事、カジタタダシ。簡易検索結果バーバスカム。BG プランツワミョウ学名インデックス。2012年6月30日閲覧。ありがとうございます。